Hey guys! 皆さんお元気ですか？藤間さくらです。今日も皆さんにゲームを紹介したいと思っているのですが、そうです、スーパーバニーマンです。実はこれ先日やったゲームなんですが、思いのほか好評で続きを希望する声がありまして、まあ確かに前回は途中で終わってしまいましたが、今回は頼れる助っ人を超えまして、パワーアップアップしたものを皆さんにお見せしたいと思いますので、ボリューム2です。ということで早速レッツゴー。みんな今日はよろしくお願いします。どうも、なにわのおしゃべりガール河野美也子です。いつも応援ありがとうございます。佐藤玲香です。なにこのゲーム、変なウサギキモかわいい。じゅん、皆さんに挨拶挨拶。はいはい、じゅんです。あー、お腹すいたな。このゲームはうち前もやってるから、ちょっといや、かなりみんなより上手いかもしれんな。私ほとんどゲームをしないんだけど、なんで呼ばれたんだ。やるやる、ゲームやる。やりたい、早く早く。うちが先にやって、このゲームのコツをみんなに教えてるって。みんな今日は4人同時プレイだから順番とかないからね。まあちょっと不安しかないんだけど、とりあえずスタートです。お、前回みやこちゃんとやったのがその上にあるコープストーリーってやつなんだけど、今日は4人いるのでパーティーモードでやりたいと思います。パーティーモード。あ、ここにもまたレベルがいっぱいある。どうしよう、ステージもたくさんあるんです。楽しそう。どれがいいとこある？一番かっこいいとこ行こう。一番かっこいいとこ。ここ絶対怖いよ。めっちゃかっこいい、そこ。じゅんさん大丈夫？絶対行けるよ。大丈夫？そこ大丈夫だよ。わかったわかったわかった。行きます。じゃあここでやりたいと思います。はい、こっち。あ、もうスタート。何？急に始まるの？私、あ、私ピンクだ。ね、
そうだよね、夜だよね。絶対みやこちゃんにだけは休ませない。初めてだったけど、そもそものそもそもの操作が結構難しいんだね。うん、ね、やったことある二人有利だよね。確かにそれはあるかもしれない。そんなこと、ね、そんなことないよね。どちらもデスマッチ初めてやもんな。そうだよ。ちょっともう一回したいな。負けしたらいける気がする。オッケー、じゃあまたね、今度ねパート2とかできたら作りたいと思います。ということで今日はスーパーバニーマンこの4人で遊びました。またねー。